ライクアドリーム。スタッフです。で、こちらの方が全部皆さん方のお世話を焼くことになっておりますので、こちらの誘導なり相談をしてください。それからプラカードを全部並べましたから、自分の学校のプラカードを代表者持ってください。そして学校単位に入場します。よろしいですね。それでもって学校単位に入場する誘導案内は湯本高校生の方が控室まで誘導します。で、控室に着きましたら着替えをしていただいて準備をしてもらいます。それから、貴重品があると思うんです。貴重品はですね、各学校別に引率またはご父兄のどなたかまとめていただいて、学校単位に貴重品の預かり管理をしてもらうようにしてください。そういう形で、それで、準備ができ次第またご案内をしてリハーサルをやります。で、リハーサルが終わってから、10時ちょっと前からもう本番のステージが始まりますので、プラカード、自分の学校のプラカードを全部持ってください。そして入場する順序はどこでもいいですから、決まっていませんから、やってください。それで早見さん、おはようございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。
うん、スーッと抜けて、そのに抜けて、そこで結構渋滞してます。期間狭いじゃないですか。
初代フラガール賞は福島県立いわき総合高等学校22名の皆さんです。総合4位常磐音楽舞踊学院賞は福島県立平商業高等学校25名の皆さんです。総合4位失礼しました。総合3位準優勝校は学校法人日本芸術学園日本芸術高等学園8名の皆さんです。高等学校22名の皆さんです。